敦煌漠黄窟を探索するマルチメディア展覧会敦煌奇境がこのほど和武新書で開幕しました。漠黄窟は4-14世紀に修行僧によって敦煌に掘られた735の洞窟で塑像や壁画が豊富に残されていることから仏教芸術の貴重な宝庫と言われています。今回の展覧会は第220窟の壁画に描かれた音楽と舞踊の画像をもとに唐の時代の生活を再現しています。上世紀40年代的时候发现就是一层壁画之下还有一层底下这层壁画是1300多年前的初唐壁画，由此呢我们顺着这个壁画打开了一个当时初唐的这种流行文化跟这种盛世的画卷，通过这样的角度带观众从这种非常生活化的这个方式去理解壁画。最初の展示スペースでは特別に作られた220窟の香りの中で敦煌研究員が今回の展覧会のために作った第220窟の模型を見学できます。壁には第220窟の壁画が再現され、観客はランプを持って近距離で見ることができます。壁画に基づいて再現された鐘や瑤子などの模型は中国古代音楽史の頂点を極めた唐の時代を伝えています。我们有把敦煌的莫高窟带到了上海，带到了上师新所。那上师新所这个海军俱乐部其实也是一个历史悠久的历史保护建筑，我们不能去接触它的这个一墙一瓦一砖一地，然后去把这个整个展完整的呈现给大家，对我们来说其实也是一种修行。さらに幅63メートルの展示ホールではマルチメディアで砂漠と敦煌の壁画に描かれた宴会のシーンが毎晩投影され、当時の雰囲気を味わうことができます。この展覧会は3月22日まで開かれています。